か。おじさん。吉高、お前こんな夜遅くまでどこ行ってたんだ。友達とみんなで野球してた。なんだ、そうだったのか。帰りが遅いから心配したんだぞ。それよりおじさん聞いてよ、今日のテスト俺一番だったんだよ。そうか、吉高は頭いいな。うん、みんな僕も混ぜてよ。おめえバットもグローブも持ってねえじゃねえかよ。俺ら貧乏人とは遊べねえんだよ。おじさん、ねえ起きてよ、死なないでよ。吉高。おじさん。吉高、よく聞くんだ。吉高は頭がいい。たくさん勉強して偉くなりなさい。おじさん、ごめんな。守ってやれなくて。おじさん。誰だ。片瀬です。入れ。失礼します。沖縄行きの飛行機手配いたしました。1時間半後羽田発です。わかった。会長。なんだ。いえ、何でもありません。ただ最近随分ご無理をされておられるのではないかと。会長にもしものことがあったら私。そんな顔しないでくれ、大丈夫だ。昨日国会議事堂前で起こった一連の騒動に関し、警察の見解では沖縄の基地拡大法案に反対する団体の仕業との見方が強まっています。首謀者の行方は依然としてつかめておらず、引き続き捜索が行われているとのことで。消してくれ。警察は今後国会議事堂周辺の警備を強化するとともに。
ああ、はあ、
ぞ。ありがとうございます。事件が起こったのは夜遅く、閉店後、従業員たちが清掃作業をしている時間でした。事件の第一発見者はウェイターの木下さんという男性でした。当時この店のウェイターだった明智雄一さんは、清掃作業の途中、店の裏のゴミ捨て場に行こうとしました。その途中、ロッカールームの前を通りかかった時、雄一さんはわずかにドアが開いていることに気づきました。その時、ロッカールームの中では店長の小田さんとウェイトレスの宇佐美さんが抱き合っていました。その宇佐美という女性は雄一さんの恋人でした。雄一さんは恋人の浮気現場を目撃してしまったんです。怒った雄一さんはロッカールームの中に入り、店長の小田さんにつかみかかりました。その頃、ウェイターの木下さんは客席の方でずっと清掃作業を続けていたんですが、雄一さんがなかなか戻ってこないことを不審に思って様子を見に行きました。すると木下さんは店の裏口から出ていく雄一さんの姿を見かけました。直後、木下さんはロッカールームのドアが開いていることに気づき、中を覗いてみたところ、そこには頭から血を流して死んでいる店長の小田さんの姿が。警察の調べによると、死因は頭部打撲による脳挫傷、凶器は遺体のそばに落ちていた客席用の灰皿でした。はい。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
中原。もう動いても大丈夫なのか。待たせたな、兄弟。おじさん。のプロレスごっこはマジでやるから嫌なんだよ。まだまだだ。じゃあそろそろ決めるぞ。必殺の、うわー、大地キッ。ん、あわはー、ワン、ツー、スリー、やったー、初めて勝ったぞー。あれ、ねえ、ねえ太一、ねえ、ねえ太一、ねえ、ねえってば。大変だ、おじさん、太一が、太一が。
兄貴。RUN!
本気じゃ殺すな。大地キック、くらえ。あ、ワン、ツー、スリー。いいぞ。大丈夫か、大地。あれ、なんともないや。Thank you.
ざす。Huh?